使って何ですか？大使っていうのはアンバサダーですね。アンバサダー。大使っていうのはユーアンゲリオン。え難しいこと言わないけど、ちょっとそういう専門的なことは分かんないから、まあ、外交官のトップですね。外交官っていうのはディプロマットね。外交官のトップの一番偉い人を、まあ、一般に大使っていうんですね。特命全権大使とかっていうふうに言うこともありますね。要するにその国の、代表として全権を委任されて別の国に行く人のことですが、例えば今アメリカから来ている駐日大使は誰ですか？カロライン・ケネディ。まるでこの質問をすることをこう事前にあの、ね、打ち合わせてたような即答ぶりでしたね、はい、そうです、ケネディさんですね。ケネディさんの国籍はどこですか？アメリカだね。日本に来て日本に住んでいて日本人と交流してるけれども、だけど国籍はアメリカなんですよね。で、ケネディさんが自分はアメリカの国籍でアメリカの代表として来てるわけだけども、それを忘れてしまったらどうでしょうかね。もう私は日本に来てきたからもう日本人のように行動する、まあ、それもいいんですけど、その心の中では常に自分はアメリカの代表だっていう、そういう意識を一瞬たりとも失わないんじゃないですかね。日本のですね、外務省ね、外務省のホームページっていうのがあるんですね。外務省のホームページには外交官の心得っていうのが書いてありました。まあ、いくつか書いてあったんだけど、そのうちに常に国益、つまり日本の国にとってためになること、これはあのキッズ外務省っていうページで子どもの質問に答えるっていう、そういうあのページなんですけど、国益、日本の国にとってためになることを考えて、歴史を踏まえて世界のことを考えながら外交を行います。また外交官として自分の能力をいつも磨き、使命感を持って行動しますっていうふうにね、日本人の外交官は思ってくれているのでしょう、きっとクリスチャンは国籍は天にあるってね書いてますね。シチズンシップは国籍は天にある、神様の国の、市民なんだっていうふうに聖書に書いてます。でそして神の国とその義とを第一に求めなさいっていうふうに聖書でイエス様がおっしゃってますね。でつまりここの国益、ね、日本の国っていうところを神様の国って置き換えてもいいわけですよ。神様の国にとってためになることを考えて行動するんだと。で、しかし一方で世界のことを考えながら、外交を行うんだ。で、この場合外交っていうと神様から使わされた代表者としてこの世に使わされて、そして神様の国のことを、伝えていく、そして両国の友好関係を改善していくっていうことですよね。そして使命感を持って行動しますって書いてあります。クリスチャンはその自分が神の国の国籍を持って、しかし代表者としてこの世に使わされているということを、使命感として捉えて、使命として捉えて行動しなさいっていうふうに聖書では言ってるんだと思います。で、今日のポイントはですね、クリスチャンはこの世のものではないっていうことと、しかしクリスチャンはこの世に使わされているっていうことが今日のポイントです。ポイントであり今日の結論です。御言葉を見ていきますけども、ヨハネによる福音書17章、ね、これはイエス様が十字架に着く前の晩に、弟子たちの前で神様にお祈りをした長いお祈りの一部ですけれども、イエス様がこういうふうに父なる神に祈っているんですよね。私は彼らに、彼らっていうのは弟子たちという意味ですけども、私っていうのはイエス様ですね。イエス様は弟子たちにっていうことです。あなたの御言葉を与えました、父なる神に祈っています。しかし世は彼らを憎みました、私がこの世のものではないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、
悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものではないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました、っていうふうにイエス様はおっしゃいました。イエス様を信じた弟子たちはイエス様がこの世に属していないようにこの世には属してないっていうんですよね。この世のものではないっていうふうに言うんですよ。クリスチャンはさっき言ったようにこの世に国籍があるんじゃなくてもはや国籍は天の御国に移動しているっていうわけです。で、じゃあだからといってもうすぐに天国に行くっていうことじゃない。イエス様はこの世から取り去ってくださいってお願いしてるんじゃないですっていうふうに父なる神に祈ってるわけですね。この世に別の国籍は持ってるんだけどこの世に彼らを使わしますっていうふうにイエス様はおっしゃってるわけです。で、この世に歩いていく中でこの世の人と全く同じようになるということではなくて、ちゃんと悪いものから守ってくださるようにどうか彼らを守ってくださいっていうふうにイエス様はおっしゃっているわけです。この世にいるんだけれども完全にこの世に溶けてしまっているのではない。油をね水の中に垂らすと、まあ、ぐちゃぐちゃぐちゃってやると混ざるけど溶けないんですよね。水と油は混ざらないって言いますけどね。でも混ぜることはできるじゃないですか。混ぜることはできるけど同化しない、溶けないわけです。クリスチャンもこの世で歩んでいくんだけれどもしかしこの世の価値観とか考え方とは全く違う、価値観考え方立場アイデンティティを持って歩んでいくようにイエス様が召してくださった。召したっていうのは日本語ちょっと、ね、あんまり使わないですけど コールってことです ね。 We are called by Jesus。 召してくださったわけです。で、時々ですね、世間一般の人からこういう聖書の箇所とかを知っている人が、あるいはクリスチャンのことを知っている人が、クリスチャンっていうのはね、自分たちだけが特別でエリート意識を持ってるっていうふうに、思われてしまうことが時々、まあ時々はあるかもしれない。また歴史の中でもクリスチャンが、クリスチャンでない国の人たちとか、を見下したりするようなことがありましたが、それは聖書が教えている正しいクリスチャンの態度ではないということを一応押さえておきたいんですよね。クリスチャンは人を見下せない、ね、時々世の神様を信じていない人たちを見て、もう彼らはね、だから神様を信じてない人たちってのは本当しょうがねえんだよっていう、そういうね気持ちを持ってしまう人が、まあ、僕以外はたくさんいるかもしれないですけどそうです。私もね、昔はそういう風に、ね、自分は神様を信じてるから、まあ、そこそこ真面目な生活してるかもしれないですけど、本当神様を信じてない人はね平気で悪いことやったりするよねっていう風に見下してる部分が心の奥底にあったことがあります。そのことを告白しなければ。だけどもし自分が、私がクリスチャンでありながらそういうふうに神様を信じてない人をバカにするような心を持っていたら、その時私は最低のクリスチャンだなっていうふうに今思いますね。そういうふうに最低になっちゃってるんじゃないかなと思います。なぜならば私たちがイエス様を知ることができたのも神様を知るようになったのも、それは私たちが偉かったからではないからです。聖書は私たちは恵みによって救われた、神様が私たちを救ってくださったんであって、私たちが頑張って救われたのではない、私たちには何も誇りがないっていうふうに言ってるわけです。もちろんクリスチャンでない方々のために祈るわけですけれども、それは決して私たちが、偉かったから神様を知ったとかいうことではない。また、先ほどのように油と水が混ざらないからといってクリスチャンでない人たちとは全く混じらない、ね、聖書ではこの世と調子を合わせてはいけませんって書いてあるじゃないか。だから僕らはもう、私はもう教会の人たちとだけ交わって、クリスチャンじゃない人とは一切、交わらないっていう
そういう感じになってしまうクリスチャンも時々いるかもしれないですけども、聖書はそれを言っていない。さっきイエス様がおっしゃったように、この世から取り去られたんじゃない、ね、この世から呼ばれて、そして神様が、別の国籍を与えてくださったんだけど、しかしこの世に使わされているっていうことを覚える必要があると思います。もう一つね、聖書の箇所を見たいんですけど、これは第二コリントっていうところに書いてますね。これはパウロという使徒が書いたことです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の和解和解和解、これね、ちょっとごめん、あの国籍は日本じゃないから僕あの天国語では和解って言うんだけど、ちょっとすみません、和解和解和解ね、はい、神はキリストによって私たちを私たちをすみません、ちょっと訛りが出ちゃって、天のご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいっていうふうに、神様とこの世の間には大きなギャップがあるってことです。2つの国があって、この2つの国の間にはものすごく大きなギャップがあって、この世は神様の国を知らないし、ある意味では憎んでいる、あるいは関心を持っていない、すなわち友好関係がないってわけですよ、ね、でも神様は神の国から私たちを派遣して、この世と神様が和解できるように、しようとしている、ね、和解交渉をしようとしているわけです。で、その役目を私たちに委ねられたっていうんですよね。で、そうなんです。19節の後半、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。言葉っていうのは英語で言うとメッセージっていうね、言葉なんですけどね、和解のためのメッセージを私たちに委ねて、その相手国に使わしたっていうわけですよ。20節に書いてるのはこの施設っていうこの言葉、この施設っていうのがアンバサダーなんですよね。アンバサダー、大使っていうことです。私たちはキリストの大使として、キリストから代表として使わされて、そしてこの世に和解を申し入れる役割をしている。この間の木曜日はこの教会のですね、まあ、イベントをね、ゲスト、素晴らしいゲストを招いて、行いました。で、今日午後2時からもう一度2回目のイベントをやります。なぜそれをするのかというと、もちろん音楽をね、素敵な音楽を聴いていただいて、来ていただいた方々に素敵な時を提供する、それだけでももちろん意義はあると思いますよ。だけどそれだけじゃないですよね。私たちはこういったことを通して、歌を通して、あるいは劇やメッセージを通して、あるいは交流することによって、世の人々に神様が和解を申し出てるんだっていうことを伝えていく、そのためにこの間も、そして今日もこういうイベントをしていくという意味があるわけです。で、僕がですね、私がですね、いつもこの箇所を読んで本当にいつも、心に迫ってくるのは、この神が私たちを通して懇願しているっていうね、ことですよ。で、神が人間に懇願してる、ね、懇願、もうすごく、なんていうの、英語で言うとちょっと begging あるいは pleading、 I don't know、 要するに一生懸命お願いしてるってことです。で、人間が神様に懇願するっていうピクチャーならばまだわかるじゃないですか。神様、どうか許してください、私の罪をって一生懸命懇願するっていう、そういう感じならばまだ理解ができるんですけど、神様の側が人間にどうか私と和解してくださいというふうに
懇願しているという、どこまでへりくだってるんだっていうね、そういう、もうすごい違和感とともに神様の熱意を感じざるを得ないんですね。話しておりますけど、この人誰か知ってます？マイケル・ジャクソン、ね、彼今どうしてるんですかね。最近新しい新曲とか出した？はい、出しました。出した出したの？一応考えるこの人じゃなくても、一応この人の声が入ってる曲。前のリスト出しました。あ、そうなんだね。あ、でも新曲じゃないね。一応新曲なの？本当？ごめん、ちょっと僕のメッセージがここで崩れちゃうんだけど。いいです。ね、最近元気かな彼は。そう、元気かな。元気？最近見た？テレビでライブで。ね、そうですね。死んじゃったのね。死んじゃった。いつ死んじゃった？死んじゃった。6月26日の2009年6月20 5日またなんか打ち合わせたかのような答えだよね。即答です。すごいですね。あ、もしかしてファンだった？はい。あ、そう。あ、本当に、ね、かっこいいね、うん、じゃあさ、マイケルが天国行っちゃったっていうね、そのニュースっていつ知ったの？6月29日に亡くなって、あ、25日、あ、ごめん、25日に亡くなって、命日は25日ね。じゃあいつそのニュースを知った？26日。そうね、うん、ほとんどの人は、世界中のほとんどの人がいた、世界中のほとんどの人がおそらく彼の命が亡くなって24時間以内か、遅くても48時間以内ぐらいにはそのニュースが世界中の至るところに伝わってるんですよね。で、例えばニュースとかテレビとか新聞とかを見なくても多分多くの人がそれを知ったと思います。なぜなら人々はもうその話題で持ちきりだったからですよ、ね、人から聞いて、マイケル・ジャクソン死んだんだってっていう話で持ちきりになったわけですよね。スーパースターマイケルが死んだというニュースは、そのニュースはものすごいニュースだとして、テレビも新聞もそして人々も話題に上げたわけです。そしてどん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 伝わっていったわけですよ。で、スーパースターマイケルが死んじゃった時はね、そのニュースが24時間1日や2日で全世界に伝わったのに、なぜ神の御子が十字架にかかって死んで、そして蘇ったというとんでもないニュースは2000年経った今でも世界中に伝わっていないんでしょうか。なぜかというと、そこに私がですね、大きな一つのその理由だと思うのは、それはそのニュースを握っているはずの人たちが自分の握っているニュースの重要性を認識してないからです。自分がどれほどすごいことを知ってしまったのかということを理解してないから、そのことを話そうとも思わないし、伝えなきゃいけないという気持ちにもならないのではないでしょうか。マイケルが死んだ時は、ね、これはすごいニュースだと思って話題にするけども、イエス・キリストが2000年前に十字架についた、イスラエルでその十字架につき復活したという、このすごいニュースをすごいというふうに感じたならば、それを伝えずにはいられないのかもしれない。マイケルどころじゃないからね、申し訳ないけど。イエス・キリストのこの福音はマイケルの、ね、亡くなったというニュースどころではないんです。2000年前に弟子たちはこのことを託されたんですよね。イエス様の、まあ、12人いた弟子、まあ、1人かけて11人になりましたけども、一旦ね、彼らはこのニュースを託された時、世界中でこのとんでもないことを知ってしまったのは自分たちだけなんだ、そしてこのことを世界中に知らせなさいってイエス様に言われて、うわーすごい大変な仕事だけれども、でもこれは何としても伝えねばならないというものすごい使命意識を持ったわけですよ。自分たちが伝えずして誰が伝えるんだろう、
自分たちはとんでもないことを知ってしまったというふうに彼らは考え、そしてその使命感の強さゆえに今この世界の果てにまでこのニュースが伝わって、私たちがイエス様を知るようになったわけですね。そのことを、深く考えていきたいなと思うんですが、今日のですねポイントはもう一回言いますと、クリスチャンはこの世に使わされている、しかしクリスチャンはこの世のものではない、この世のものではないけどこの世の中で使命を持って働いているという、そのことをですねくどいようですが、ちょっと手品で表現してみましたね。はい、トランプね、普通のトランプ、はい、トランプをそうやって当てる手品ある、そうだね、じゃあね、そう、じゃあねパーってこうやってめくっていくから、ともにストップって言ってね、いい？ストップ、うん、じゃあこれでいい？オッケー、ちょっと待って、ここに置いたままですが、置くからね、じゃあもう一回やるからね、2枚やる、2枚、もう一回作って、はい、ストップ、じゃあこれでいい？はい、オッケー、ちょっと待って、このままね、足んないね、で、はい、で、ちょっと待って、これをこの2枚のカード、はい、見ません、私、いいですか？覚えてください、うん、覚えてくださいね、うん、2枚ぐらいなら覚えられるでしょね、マークと数字ね、みんな、ね、めぐみさんも2枚なら何とか覚えられるよ、ね、はい、覚えた、はい、覚えた、はい、OK、 じゃあこれをこのままいいですか、1枚ずつ、あ、じゃあともいに、これこのままこうやってこの中に好きなところに入れてください、はい、ちょっと待って、好きなところに、はい、このままスッと入れる、はい、はい、はい、スッと入れました、はい、じゃあこれもこうやって、はい、こうやってこう好きなところに入れます、はい、入れました、私は見てませんよ、カード、はい、それでこれを、はい、ですね、振りますね、だって、すいません、ちょっとご器用だからすぐ落としたんだけど振りました、はい、振りました、このトランプはこの世です、ね、今取り出した2枚のカードはクリスチャンである皆さん一人一人です。皆さんはこの世から召されて、ね、清め分かたれました、ね、しかしこの世にもう一度戻っていきました、ね、だけどこの世の中にいるんだけどこの世に溶けてない、同化してない、ね、同化してないんです、皆さんは。だから神様が、あ、日曜日また礼拝しにいらっしゃいって言ったらば、はい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 って言ってまたね出てくるわけですよ、ね、でもさ、この世にさ、うん、みんなが届けてるっていうことは、この世に人間がいないっていうか、うん、この世に泥になってるそうだけどクリスチャンはドロドロに溶けてないわけ、ちゃんとね別の方を向いて、ね、歩いてるから、神様が出てきなさいっていう風に言ったら、ちょっとね若干手が汗ばんでるからね、はい、そしたらまあこういう風に、おーで、またですね、また礼拝終わったらこのように出ていって、また出ていきます、ほんで、またぐちゃぐちゃに一緒にこのような人たちと交流するかもしれません、しかし神様が呼びになるときに、こいつこれかな、というふうになるわけです。なぜ出てこれるかというと、同化してないからです、ね、というふうに、もしこの手品の目的が皆さんにおーって言わせて、坂本さんはすごいなって言わせるためだったら種は教えないんですけど、目的はですね、皆さんにこの世に使わされているけどこの世のものではないということを
理解していただくためなので特別に種を明かしましょう。なんだって言わないの。このトランプは僕がですね、30年前に買ってもらった手品用のトランプです。ずっと持ったまま。実はこれ長方形ではありません。ちょっと極端に表現するとこうなってんの。台形なの。ちょっとね。そして取ってもらった時に僕はさっとこちらを反対にして入れるとどうなるかというと。こうなるわけです。すると入れた時にここにちゃんとひだができて手の感触でスッと抜けるわけです。なるほど。遊びたい人はこれ後で遊びます。混ざってるんだけど混ざってるんだけど別の向きを向いてるってことです。この世で生きている中で地上のことだけを見てるんだけど見てる人たちの中でその中で私たちは天を向いてあるいは目に見えないものだけではなく目に見えるものだけではなく目に見えないものを見つめながら聖書というその価値観その、神様の言葉を握って別の向きを向いて歩んでいる。だからどうかしないんです。解けないんです。じゃあですねそのように歩むときに神様の言葉が私たちに委ねられているわけですけれどもそれは神様の証人として歩んでいく神様の使命を受けて大使として歩んでいく。でも自分には力がないよ、ね、どうやったらそんなことができるんだろうって思うかもしれないですけどもそれをするのはあなたの力ではないんですね。それをするのは聖霊の力なんです。イエス様がこの世を去るときに弟子たちにこう言いました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊が力をくださるって言ってます。今日のイベントも聖霊の力によってすることができます。聖霊はいつ下るんだろう、ね、と思うかもしれません。もう下ってんの。皆さんがイエス様を信じた時にあなたの中には聖霊がいるような感じがしようとしまいと聖霊が住んでるんです。その力がすでに与えられているんです。ですから聖霊様どうぞ働いてくださいと祈りながらイエス様のことを伝えていこうじゃないですか。お願いします。愛する天のお父様、先日のイベントには本当にたくさんの、方々が来てくださいました。今日も神様がお呼びになっている人が何人かは分かりませんがいらっしゃると思います。どうぞ私たちが本当に聖霊に力づけられてキリストの大使として、アンバサダーとしてその使命意識を持って歩むことができますように。このイベントの時だけでなくこの世で歩んでいく時も自分は別のところに国籍がある。しかしこの自分の使わされた場所のその人々を愛して神様の和解の申し込みを伝えていくそういう使命が与えられているんだということを忘れずに歩んでいくことができますよ。しかしそれを重荷に感じたり疲れてしまったりするのではなく自分の力でそれをするのではなく聖霊が強めてくださってそれを本当に自然な形でしていくことができますように。助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。